ティアコネル博、リチャード・タルボット、フランソワ・ド・トロワが、ティアコネル博、リチャード・タルボットは、アイルランドの貴族、軍人。イングランドをジェームズ2世の治世中はアイルランドを、事実上統治し、後に、ジャコバイトの有力者として活動した。1630年、順番シャクサー・ウィリアム・タルボットとジョン・ネ・タービルの、娘・アリソンとの間に16人兄弟の罰子として、生まれた。 家系は古いノルマン人貴族で12世紀にアイルランド南部のレンスターに移った土着貴族である。長兄・ロバートが父の借位を相続、時系ピーターが聖職者としての道を進む中、アイルランドカトリック同盟のレンスター騎兵隊に入り1641年に勃発したアイルランド同盟戦争でイングランド軍と戦った。 1647年のダンガンズヒルの戦いで敗北して議会派に捕らえられるが身の代金を払い解放され1649年に新京都革命を制したオリバー・クロムウェルがアイルランド遠征を行うと抵抗したがドロヘダ工場戦で遠征軍の虐殺から生き延びてアイルランドから脱出フランスに逃れて大陸で亡命中の王党派と合流した亡命中に チャールズ2世、よくこう、ジェームズ兄弟に軍人として使える一方で、クロムウェル暗殺を図って、失敗、1655年に、ロンドン島へ投獄されるも脱出して、再度大陸へ亡命した。また、ジェームズとアン・ハイドの婚約を解消させようとする、陰謀に加担したが、王政復古で、チャールズ2世が即位、ジェームズとアンが結婚した後もジェームズに仕え続け、 英乱戦争で海軍教としてイングランド海軍を指揮するジェームズの艦隊に加わりオランダ海軍と戦ったアイルランドに戻ると新教都革命で没収されたカトリック教徒の財産を取り戻す仲介人を買って出て活動、自分の財産も増やして裕福になったが1678年にカトリック陰謀事件の煽りで逮捕されイングランドから亡命したまた 1669年に、キャサリン・ベントンと結婚して二人の娘キャサリンと、シャーロットを設けたが、1679年に、キャサリンに先立たれると1681年に、リチャード・ジェニングスの長女で、サラ・ジェニングスの姉、フランセス・ジェニングスと再婚した。フランセスとの間に子供はなかった。1685年、ジェームズ二世が即位すると、アイルランド貴族に取り立てられ、 タルボッツタウン男爵、バルティングラス死爵、ティアコネル伯爵を助爵され、アイルランド軍最高司令官に任命され、アイルランドへ赴任した。アイルランド総督には、ジェームズ2世の議定のクラレンドン伯ヘンリー・ハイドが、任じられていたが、ティアコネルは、ジェームズ2世の信任を背景にして、実権を握り、アイルランド軍の内プロテスタントを解任して、カトリックに入れ替え、 カトリックの土地変換も目論みアイルランドのカトリック勢力を伸ばしていった。1687年にクラレンドンが憤慨と弟のロチェスター博、ローレンス・ハイドがジェームズ2世に第一大倉教を罷免された孤立官から総督を辞任するとジェームズ2世から副総督に任命、事実上アイルランドを取り仕切る立場となった。1688年、 ジェームズ二世が名誉革命で、フランスへ亡命。翌千六百八十九年に、ウィリアム三世、メアリー二世夫妻が即位した後も、アイルランドで勢力拡大を続け、アイルランドのほとんどをジャコバイト支持者で固めて、フランスから上陸したジェームズ二世を出迎えた。ジェームズ二世からは、ティアコネル公爵、ティアコネル公爵に助爵されたが、ジャコバイトでのみ通用する爵理で、イングランドで、 実効性はほとんどなかった。ウィリアマイト戦争ではジャコバイトを率いてイングランド軍と戦い、1690年にウィリアム3世とフレデリック・ションバーグ将軍が南下するとジェームズ2世と共に迎え撃ち母ン側の戦いで抗戦した。この戦いでションバーグを打ち取ったが、イングランド軍の数に押されて敗走。戦後は援助を求めてフランスへ向かい、 1691年にアイルランドへ戻ったが8月14日に61歳で死去。パトリック・サースフィールドがジャコバイトの指揮権を継いだが、ウィリアム3世の部下でアイルランド平定を進めるゴダード・とギンケル将軍にリムリックを包囲され10月3日に降伏、アイルランドはイングランドに平定された。未亡人、フランセスと娘のシャーロットはフランスへ向かいシャーロットは、 親戚のウィリアム・タルボットと結婚して、フランスに泊まった。ウィリアムはジャコバイトから第三代、ティアコネル伯と呼ばれたがイングランドでは認められず、ティアコネル博位は消滅1761年に、ジョージカー・ペンターに与えられた。ありがとうございます。